おはようございます。今週も Vlog やります。はい、準備できました。それじゃあ練習行ってきます。はい、帰ってきました。ちょっとやばい、行かないと。今からちょっとご飯食べてすぐ治療行きます。やばい、よしよし食べよう。いただきます。買ったよ。ちょっと練習暑すぎたからマジで喉乾く。はい、それじゃあ今から治療に行ってきます。急げ。はい、治療終わりました。それじゃあ今から帰ります。はい、帰ってきました。今日この後ですね、また企業様のとこに行かせていただく予定があるので、まあそれまでちょっと休憩したいと思います。行ってこい。それじゃあ今日も頑張ってきます。行ってきます。はい、到着しました。ご縁がありますように。行ってきます。はい、行ってきました。結果は保留です。社長さんとお会いして話させていただいたんですが、まあ一回ちょっと考えたいということなので保留という結果でした。今日は帰ります。重すぎる。帰ってきました。今から夜ご飯作ります。今日の豚キムチマジでうまそう。いただきます。うまいわこれ。重すぎるって。めっちゃ戻そうやな。え、めっちゃいい感じやんそれ。あー、何回目で告白するか。え、ご飯行ったん？あ、行ったんや。はい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 。今友達の恋愛相談乗ってたんですけど、面白いですね。恋愛聞くの。協力業がスポンサーになってください。お願いします。おはようございます。すごいな。いただきます。実は今日冬季練習最後なんですよ、僕。マジで嬉しい。早かったな。5ヶ月ぐらい。練習
行ってきます。I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gonna get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night, getting there. Ain't no point in resisting. Living life like a dream, living right, that's the theme. Every night, got a team. I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day, it'd be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay. I just visit, have no shame. I admit it. They can find me to see if I succeed. To see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now. Best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me.今ミーティング終わりました。それじゃあ今から帰ります。はい、帰ってきました。今から夜ご飯作ります。どうないし買いに行こう。それじゃあ夜ご飯作ります。今日は蒸していく。やべえ、ここはお風呂か。いや、お風呂こんな分かんない。今日は鶏と豚のコラボレーション。今日はですね、ちょっと蒸してキムチで食べたかったんですよ。絶対うまいと思っていただきます。これ絶対うまいと思うんですよ。うん、やっぱ美味しい。ごちそうさまでした。今日でやっと後期練習が終わりました。嬉しい。それがマジで、やっと今日で冬季練習が終わりました。冬季練習が終わったら、おもりとかが減るんですよ。僕の担いでるおもりとか、足につけてるおもりとか、ああいうのも全部軽くなるんで、もうほんまに嬉しいです。このきつい冬を乗り越えたので、あとはシーズン頑張れるだけです。やったぜ。東京タワーついに明日はオフです。いっぱい寝ます。おはようございます。米炊くの忘れてた。行ってこい。ちょっとご飯炊けるまでお腹減ったんで、バナナヨーグルト食べます。いただきます。うん、うまい。よし、洗濯しよう。あれ果てている。そうなんですけど、何時か空いてる時間帯ってありますか？お願いします。失礼します。予約取れたので後で散髪に行きたいと思います。やっと食べれます。いただきます。
それじゃあ今からお昼ご飯買いに行ってきます。ちょっと今髪型考えてるんですけど、毎回悩むんですよね。どんなにしようかな。まあ、大体いつも一緒になるんですけど。うまそうやな。サーモンアボカド丼。うめえ。寿司やったらサーモンが一番好きですね。デリシャス。それじゃあ今から散髪行ってきます。結構短くなりましたよね。それじゃあ今から京都行きたいと思います。行ってきます。大変お待たせいたしました。はい、10個入り、はい、ありがとうございます。はい、帰ってきました。それじゃあ今から夜ご飯作ります。ブロッコリーでかすぎん。ちょっともっと切ってよかった。いただきます。味噌汁にブロッコリー入れたの初めてかもしれません。冷凍のブロッコリーって売ってるじゃないですか。冷凍のブロッコリーって若干栄養価下がるらしいんですよ。だからできれば買った方がいいんですけど、今日たまたまブロッコリー安かったんで株で買いました。それじゃあ今から YouTube の編集をしたいと思います。それじゃあ1時間入ってきます。熱っ。はい、ということで最後まで動画見ていただきありがとうございます。この3日間も頑張ることができました。あさってから沖縄に行くので、次の動画は沖縄の入った動画になると思います。最後にですね、よかったらグッドボタンとコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイ。